見たい。ボールだって書いてあった。正解。インポタイかな。はい。全部遊ぶってこと？うん。どう飛び出してくるか。こっちはいつかぶつけられそう。それかフェンスやってほしい。
あ、いたいた。よし、完了した。ごめんごめん。今のまだ一旦拭いて。まあギリギリ。あのもう一周して帰る？うん。ほんとあともう一周だってよかったね。これ見せるよ。ああ。タイトル回収しよう。どっちも行け。悪い悪い。ああいう平気。薬局で買うとさ高いんだけど2000近くするんだけどさ。なぜかアマゾンだとさ1000円で買えるんだよね。安っ。あのいつも使ってる頭痛薬、はいはいはい、だからアマゾンで頼んじゃった。ついでにちょっと厚着のあのメーカーで、あ、もう一回、うん、なんか試しに買ったやつが良かったから、それもなんか、うん、10% だか 20% オフで買えるから買っちゃった。ちょっとまたあの辺の整理しよう。ああごめん、俺拾う。ふぅ、仁王立ちしてさ、あの人何あの人なんかあんの、そんなにそんなに見立ててまで見なくてもね、ね、あの人なんかあったのかしら。犬でも飼ってる。
ストレートってなんか上下ストレート、しかもサバイバスって書いてある。あんま気にしなかったけど。あ、本当だ。あんなとこに J コムがあった。おい、初めて知った。何 J コムのネット配線でしょ。ああやってたんだね。え、これ J コムなの。 J コムって書いてあるじゃん、真ん中一個で青いやつ、 J コムって。うん、どういう風に繋がってんだね。どれ J コムマークなんてある。 J コムって書いてあるもの。だからあの配線は J コムなんだ。青いやつ。うん、よく見えんね、そんな。全然見える。あ、こうやってこういう風にやってるんだね、 J コムとか。いや、もう本当に電話のこういう配線と同じなんだ。ああいう配線のとこで見て、あ、そういうことなんだ。あ、じゃあ au とかもそういう感じなんだね、きっとね。どこも。どこ、よく見えたな、J コムマーク。今初めて知ったよ。どこにあんの。まあいいや、わかんない。そこにあるじゃん。電柱の一番下から2番目 J コムって書いてある。うん、今散々ここ歩いてて今初めて知った。よく見えた、全然わかんない。え、してみ。うん、よく。じゃあ、映るのかな、これ。ここに。ああ、上のやつね。あの細いやつか。そう、はい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 。あれだったんだね、配線ね。うん、知ってた。いや、わかんなかった。ああいう風にしついてたんだね。弱いけど。弱いね。なんかもうちょっと強くても良さそうなのにね。うん、こういう付け方。今何分。はい、もうそろそろ行くか。ごめん、一周。じゃあ終わりだって。うん、じゃあここもクンクンして行こうね。うん、って思わなかった、これ。思った。視聴者。なるほどね。結構じゃあ電波自体近いのにな、ジェイコムの。うん。ここにつけてるの。ああいう感じでついてんだ、面白いね。え、じゃあこうさ、いろいろついてるのにそれなんだ、こう、うにうにしてるやつって。ね。メインのこう配線があって、その周りにこう他のさ会社のがひっついてるのな。うん、なに J コムだけ J コムで主張しちゃうの。 au とかわかんない、うん、こんちろ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 、もういいよ、こんちろ行こう、こんちろ。あの車毎回モルカーに見えるの。わかる。プイプイって言う。プイプイ。エンジンかけるからプイプイ。いや、昨日のやつ入れつけちゃおう。残業。やってんだもんだ。証拠もあれで残業つけんじゃないって言われたら、ちょっとブランク企業ですねって言っちゃう。いや、さすがにつけだって証拠あるもんだ。何をやったか、あの最後に調整したって話もあるし。それでなんかつけない方がいいんじゃないのとか言うもんね。うん、うち普通に、え、それで仕事やってるんだったらつけていいと思うけど。考えをすごい気がつくときだ。転職はもう確実だな。うまく決まればいいけど。まあ難しいな。うん、疲れたの。ポンちゃん、だっこ。うん、行くぞ、ポンちゃん。行け。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃん。おい、モルカー。行くぞ。おい、行くぞ。だっこ。こっちだっこ。はい。だっこしてるの。あ、だっこだって。はい。お前かよ。おめえかよ。おめえかよ。ほら、また耳なくなっちゃった。おかしいんですけどな。まあいいでしょうみたいな。うちにさ、尻尾ってやったーって顔しといて、君が絶対だったから、ちょっと一瞬、ポポ顔が真顔なんだね、そういうこと。あれみたいな。なんかちょっと虚無の顔なんで、一瞬。ちょっと違うです、顔はんけど、みたいな。またフェイントでしたわ、みたいな。ねえ。ああ、寒い。
朝は寒いね。うん。言ってまだ3月だからな。まあね。気づいたね、3月の中旬か。っていうか、なんでこんな雑なされてんだろう。よくわかんねえな。まあ、やったことない仕事。